僕は8時半を回りました宅建節今宵もお届けするのはこの方です 店今「たっけん節です」って言おうかなと思ったんですけど「宅建節です」って言っても番組名ですからね誰が喋るんだっていうのを今振られてるんでそっかやっぱ店長ってしかないなと思ってちょっと間が空いてしまいましたちょっと最初の始まりがいつも悪いからなんか変えたいな変えたいなと思ったんですけど今日もちょっとできなくてとりあえず今週始まったんで最近の「 ちょっとプチネタなんですけど、うん、あの以前ニラを家庭菜園してる、はい、ってお話ししたじゃないですか、はい、でニラにプラス自分なす味噌が好きなんですよ<ー>でなす植えたいなと思ってなす、はい、植えたんですよ、ね、ちょっとニラがもう出始めてて<ー>でそこにプラスアルファなす入れてそしたらアリがま大量発生して、えーはい、で結局このプランターに入ってた土、うん、全部こぼしたんですよ、はい うあこの周りがいるから,、はい、からで部屋の中入ってきて嫌じゃないですか、はい、でもう全部一旦こぼして、はい、でまたプランタープランターの中に小さなこんな植木鉢黒いカップみたいなやつ、はいうん、今度はそれに土を入れて、はい、でニラの種を入れてこれを4つぐらいプランターの中に並べて、うん、またそれで最初からずっと育ててるんですけど。はいうん これをやったときに、恋愛もこれできたらいいなと思って。え、どういうことそう、あの、なんだろうな、えっと、こう、最初、種まきから始まるじゃないですか。恋愛だから、声かけから始まるじゃないですか。で、なんか、ある程度、ちょっと、なんだろうな、あの、仲良くなってきて、で、プッシュして、失敗したら、プランターと一緒で、そのまま、パって、こぼして、で、やり直し。 最初から、はい、なかったことにっていうのができたら、まあ、ないんですけどね、はい、でもこういうのがあったらいいな、リセット、リセット効果っていうのが、はい、欲しいなと思って、やっぱ失敗するのが嫌だから、踏み出せないところがあって、やっぱ年重ねて、経験を積むと、はい、なんだろうな、下手に失敗したくないなとかって出てくるんですよ。はい、でこの失敗したくないない をもとに最近失敗したのがあの FM ギノマンさんの先週の先週の土曜日ですか。土曜日ですよね。土曜日はいですよね。先週になるのかな。あ先先週になりますね。そうですね。先先週の土曜日に浴衣ウィークの最終日。うん最終日にまあ上の方でビアガーデンで飲みの場がありまして。ありましてここに招待していただいてありがたいことに。 で、ここで、やっぱり、ちょっとなんだろうな、下手こけないな、っていうのがあって、はい、なんだろうな、場に溶け込むことが結局最終的にできなかったんですね。うん、でも、すごく楽しかったんですよ。はい、楽しかったんですけど、うん、なんか改めて、恋愛節やってる割には、うん、女性と会話すんの下手くそだなって、久しぶりに思いましたね。<laughs> <laughs> 久しぶりに<ー>、うん。やっぱなんか、なんだろうな、あのー、 今話しているなみさんの話でる、うん、女性との距離感、はい、当たり障りのない距離感、うん、で最初はやっぱりその距離感の取り方が重要なんで、うん、女性に警戒されないように、うん、かつその女性が興味を引くような話題を持ちかけて、うんうん、そこから徐々になんだろうな仲良くなっていって。 で関係を深めていくっていう、うん、この最初の入り口、はい、ここが多分一番難しいんですよ。うん、でここを最近勉強しながらなんかシミュレーション自分の頭の中でこうだったらこうだろうなっていうのを考えながらラジオで最近ちょっと喋ってたんですけど、はい、いざそのなんだろうな場に立たされると。うん もうめちゃくちゃだったなっていう、うん、女性と喋る機会があって <laughs>、はい、あれ何を喋りたいのかなでこの後この質問をした後にどんな会話が生まれるのかなっていうなんか本当に下手くそな会話ばっかしてるなって思ったんですねやっぱあの定期的に飲み屋さんに行ってちょっとなんだろう全然ダメでしたねもうびっくりするぐらいでめちゃくちゃ面白かったんですよ、はいうん、でその中で まあちょっとリスナーさんなんですけど、はい、名前を伏せた方がいいというか、うん、まあ正式に言えば名前も覚えてないみたいなとその時に我らの先輩ひ、はいふみさんが、うんあのー、ラジオ番組で、はい、えっとこの「人畜無害」について話してよって言われたんですよ。はいうんはい それの話をしようかなと思って、あ、そっか、卓球の話はいいですかあ, <laughs> <laughs> あまあいいや、えっと、はい、時間が余ったら喋りましょう、ね。余ったらやりましょうか。はい。<laughs> 人畜無害っていうのが、えっと、自分もわからなかったんですよ。人畜無害ってなんだろうみたいな。うん、で、えっ、ー、と、我らの先輩、ひゅうふみさんが、この人畜無害について喋って、みたいな話されて、はい、で、先輩に、人畜無害って何ですかって聞いたら、うん、こんな感じよって。 男性の方こんな感じよって言っていやいやこんな感じじゃ分からないみたいなもっと詳しく説明してよって思ったんですけどちょっともう飲んでる場だったんであんまり何回も聞き返せなかったんですけどまあその後ちょっといろいろとんだネットでググってその意味を調べて人畜無害ってあのだから基本性男性って女性から見る男性って。 えっと無害じゃなくて有害だと思ってるんですよ。うんうん。付きあればっていう好きあればとかチャンスが到来すればが多分基本男性まあ仮なんでだから基本有害なんです。でそれを最初から無害っていうのは自分の中でそもそもありえないなって思ってるんですよ。だってもうみんなチャンスがあればって思ってるんでうんだからそこを無害 っていうのは、ありえないなって思うんですけど、はいうん、でもやっぱりいるじゃないですか、まなみさん。はい。いね、あ、そういう人ですよね。ううこの安心感のある。なんだろう。うそう,そう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 。はい、で、こういう人って、実際。えー、っと、なんだろうな、うんと。そういうなんか無害だから。何でも話せるし、うん、何でも話せるっていうか、まあ。 飲みの場に誘われて二人で行くのも全然抵抗ないっていう感じですか？うん,はい、うん、人によっては人によっては、はい、だからその一般的にその人畜無害な男性だねって言われてる人がいれば、そういう人って別に何か警戒しない,ないですか？全然、はい。うん。でもなんかその例えばじゃあそうやって二人で飲みに行ったりとか、はいはい、なんか日頃のその なんだろう関わりがある中で少しでも、はいはい、あこれはもしかしてちょっと狙われてるかなみたいなのを感じ取ったら多分もうリセット、はい、リセットっていうかその人畜無害はリセットされると思いますけどねその瞬間って何ですかな何何を根拠にそう思うんですかねあななえ何を根拠に女性として意識されてるなって思ったら、はい あこの人有害だなって変わるんですかねこれ人畜無害っていうのが自分はそもそも男性はもうみんな有害だと思ってるからまず無害っていう言葉が使えるのがもう女性が何だろうな好きになってもらったらちゃんと女性が好きだよって言えるような関係性になったらその男性はその女性から見て無害って思ってるんですよ。 だかかららそれはもう心開いてるからいいてるですよまあまあどんな、あのー、あれでも全然、あのー、いいですよっていう関係性、はい、それが無害だと思ってて、うん、で基本的にお付き合いするまでがじゃあお付き合いしたあとは無害だけど、うん、その手前って全部言うがいいじゃないですか。うんうん、でそのなんかそういうふうなそういうふうに見える男性を最初から「人畜無害、うん」無害って。 っっってて呼ぶののはどどうなのかなか思ったんですけど、うんはい、この言葉を調べたら、うん、あのー、このんだろうなと女性のこの男性女性から見る男性の人畜無害って何ですかっていう、うんはい、なんか質問箱みたいなのがあってあ、うん、でそれを調べたんですよ。うん、でそれに回答されていたのが、うん、あのー、例えばえっ、ー、とー。 人無害のがいでこの表現を変えるとんかとっても優しくていい人だなって思うけどそれを直で言うと男性は勘違いしてあ自分に好意あるんだなでそこでスイッチ入られるとその女性からすると迷惑だからだから言葉を何だろうなちょっと包み込んで。 でまろやかにして、うんはい、それを「人畜無害な男性だね」って褒め言葉で使ってるみたいな感じで書かれてたんですけどなんかそれを言われると、うん、あこの使い方はいいなーって思ったんですよね。うん、でそん,そんな感じなんですよね多分イメージ的に。<ー>なんだろうな褒め,る褒めたいけど、はい、褒めて勘違いされると怖いから。うん そういうなかふうに朝で書かれてて「あそっかじゃ人畜無害な男性だね」ってもし女性から言われたら変に勘違いしてほしくないからでも優しいし気は利くしっていう遠回しなんか褒め言葉そういう使い方もあるんですかねですかねどうなんですかねなんかそこを意図して使うわけではなくてなんて言うんですかねでも なんだろうまあ、恋愛対象とは別でもう本当に、なんだろう,もうほん本当にもう性,格性格が良くてというか,なんかっていう人いるじゃないですか本当に優しくて恋愛感情抜きですごい安心感のある喋、うん、りやすいみたいな人がいるじゃないですか,、うん、なんかそういう人のことを,はい、はい、を言うのかなって。 思ったんですけどそうっすよね一般的にはそういうあれなんでしょうねこういう人って、はい、例えばですよ真鍋ちゃん、うんはい、ちょっと飲みに一緒に出るじゃないですか。うん、でじゃあその後飲み直そっかって言って「はい、でうちくる?」っていう話になったら「行きます?」はい。えー 無見た目は無害は見た目っていうか感じてるのは無害って感じてるんですよねじゃあそこの誘いに乗りますっていう話なんですけど乗らないす家に来るはちょっと分かんどうでしょうあどうでしょうってことは完全否定ではないんですかもしかしたら可能性的にはあるのかなってちょっと今あっそうなんですかいましたでも行くってことははい そこそこ男として見てるからこそその人の家に行くとは違うんすかちょっとすいません自分男性だから、うんはい、女性目線がよう分かんないんですけど、うんはい、でもなんか来るイコール、うん、まあ,ある程度受け入れてもらえてるっていうか男としてちゃんと見,、うんはい、見てもらえてるから、うん、そこに行くのかなって思うんですけどでもそこはやっぱでも2パターンありそうな感じが。うんうん、友達でも行く、まあ、仲のいい 男友達でもそれはありえるでも本当にもう友達みたいな関係だったらでも行くかもしれないし。ってことはじゃあそこに対する警戒心は一切ないってことですかない時もある気がします。うえどうだろうってことはある時もあるんですよね。 そこら辺だからどうなんだろうと思って逆に男性は多分好きあればチャンスがあればっていうそこをちゃんとものにしていかないと男じゃないんですねで自分もそこをものにしなかった場面でその後の関係性って変な崩れ方するんですよ。やっぱなななんんかかかここを押さっったから相手も興味ないんだねって多分察して終わるこのなんか。 関係性とかかもあるから、うんはい、だから一概にここ押しといた方がいいよ押さない方がいいよっていうのは、うん、多分ケースバイケースで押さなかったら押さなかったでもうその後この2人の男女の関係が、うん、もうなんか変な感じに終わってしまう、うん、<laughs> 場合もあれば。うん そこに乗り出してでも女性からしたら「はい、いやそんなふうに全然見てなかった,しみたいな」って言わ難しいから両方で失敗してきてるからこそ、はい、なんか、うん、おだからそこのなんかライン引きっていうか、うん、じゃあ来るんだったら確実にそこは受け入れてるんだよねっていうのも、うん、多分一つの目安として世の男性に参考になるのかなって思って。うんうん なんかな波さんに聞きたいなと思ったんですけど、はい、ちょっと難しいすそうですねでも、うん、なんかそういう例えばなんだろうなんかもうこの恋愛感情とか抜きで、うん、本当に一緒にいて楽しいとか迷うは、はい、友達みたいな人たちっているじゃないですか一応。ででもそういう人だからこそそこをでも貫いて。 欲しい感じがしますね。そういうなんか、そういう人たちも、もし。好きあれば、ここがチャンスがあって、なんかそうやって行動。うしようと思ってるのなら、しない方がいい。気もします。男だから、このシチュエーションによっては。あれじゃないですか。あ、なだろうな。好きあればっていうか、相手がその素振りを見せてきたら。やっぱりなだろう。そこに転がるかもしれない。しっていう話ですよ。だから好きあればは、もちろん相手がそういうなんか。 そうういに見えるだからそういうちょっといい雰囲気みたいな明らかにそういう恋人になりうるような雰囲気とかっていうのがもしあるんだったらいいと思うんですけどでも難しいですねそういう雰囲気なったらそう押そっかなって思うけどここ押してしまうと関係崩れてしまうしなみたいな。 可能性はありまだからそこをんだろうな分かりやすい合図っていうんですかもうそれを受け入れてますよだから家来る時点で男性からしたらさっきの言う「優しいね」とか「気が利くね」っていうのは自分に好意があるなと同じような意味合いで結局やっぱ家来るってなって家来るよってなったらやっぱなんか。 そこになんか好意があるから来てもらえる。うんはい、で、やっぱそこを勘違いするじゃないですか。うん、だから、そこら辺の線引きって、女性からすると。確実に気があるから、そこに行くか、うんはい、もしくは普通の関係でも、別に行くよっていうのを知ったら。うんうんうん 世の男性参考になるかな。<laughs> でも丸山さんが今の話っぷりで言うと、はいはい、そのなんか関係性とかその人物によっては別に対象じゃなくても育子っていう話ですよね。うん、うんうん、<laughs> なんか分からなくなる。<laughs> どうなんでしょうね。<ー>でもなんかそこでもまた多分かれ道があると思うんですよ。うん、そのなんか男女っていう。 ななんかあれがなくこうやって一緒にいて楽しいとか優しいとか安心感があるっていうところから始まってそれがあじゃあ恋愛に発展してもいけるタイプとやっぱこの人は恋愛には発展しないわみたいなタイプ多分だからそのなんかその分かれるこの境界線境目みたいなところが。 なんか結構あのアバウトアバウトなのかなみたいなこの部屋に行った時に,分かりにくいその雰囲気で、はい、その二択のどっちかにうん判別判別っていうかこうあのなんだろうな分類できるってことですあ違う分類しにくいってことですかしにくいんじゃないですかやっぱしにくい、うん、ああそっかうん そうっすよねあでも男性とやっぱ女性違うのかなやっぱ難しいな男性は多分意外にスイッチ入ったらもうスイッチ入りっぱなしなんですよ。いいなって思う,うだからな何とも思わない人がいるじゃないですか、はい、ーでずーっと普通の感じでこううなんだろう接してるじゃないですかである日何かを境に異性として見るきっかけができた時からは多分あのー。 この迷いいってないんですよ、はい、この2択の迷いをどっちかなって迷えるかはもうすぐうあも,うもう異性として、うん、あでもこれ自分だけなん <laughs> 何とも言えないな <laughs> でも男性そうだと思うんですよだからもうスイッチ入ってしまえば、はい、もうそういう風に見えて、うん、そっからはやっぱり対応が変わってくるはずなんですねんどんな男性でも。はい、やっぱ異性として見るようになったら 太陽変わってくるんで、うんうん、それを考えると女性って、うん、じゃあその曖昧なラインを、はい、行ったり来たり来たりする瞬間って、うん、ある女性はなんかだからそこら辺難しいんじゃないですかなんかやっぱグラデーションみたいな感じになってるなんだろう,もうこ,のこうだったらこうみたいな,なんかちゃんとした明確な多分ルールはなくて、うん、あこういうパターンもあるあでもこういうパターンもあるみたいななのかな。 じゃあやっぱあれですね、うん、思いを伝えないと、はい、それがきれいに「うん、ここ」でて分離されないですねそうそうだじゃないですかやっぱもう<ー>、うん、あやっぱそうなんですねなんか難しい気がしますけどなんかその言動とか行動とかであれするのは難しい気がしますねんか、うん、でもこの「思いを伝えるのが」はい とってもリスキーなんすよね。あ,ねあのプランターみたいに失敗したらこぼせばいいやみたいな、うん、<laughs> こういうリセット効果があるのだったもう当たってくだけで精神でいいと思うんですよでもやっぱりなんかある程度慎重にいきたいなって思う人ほど下手こけなくなるから一歩一歩ここはこんな感じで今日はこんな感じな接し方がいいかなとかやっぱ考えるんすね。うんはい で失敗しないように失敗しないようにって思ってたらもうただ時間だけが過ぎていっていつの間にかんだろう恋愛対象としての雰囲気じゃなくなるんですよね。ここにいろいろと書きたいんですけど3回あってで何もなかったらと一緒でやっぱり回数を重ねれば重ねるほどだんだんなんていうかな異性じゃなくて仲のいい友達とか仲のいいこの。 男女、うん、友達みたいな感じに発展しやすいと思うんですね。うん、はいうん、かもう最初の入り口である程度もう23歩踏み入れた地点である程度なんかこうなんだろうな、うん、そういう友達だと思われないようなあの接し方とかとちょっと遠回しな言葉をあの気がありますよっていうのを遠回しに伝えていかないと失敗しそうで、はい、失敗っていうかそういうふうに対象に見てもらえなさそうで。うんうんうん そこら辺が難しいんですよね、うん、でもこれを表に出してしまうと引いてしまって、はい、そのままダメになったら結局無意味なんで, <laughs> で難しいですよね難しいですね <laughs> 男性だあっそっかでもそれを仮にじゃあ3回までに必ずやらないともうこれは絶対もう無理ってわけではなくて、はい、まあ3回が多分望ましいけど、うん、3回を超えたとしても、はい、挽回のチャンスはある気がします 3回を超えても挽回のチャンスが仮にあったとしてまるみさんみたいにある程度このんていうかなちょっと長く待てますよっていう方もいればもう3回で打ち切る女性にるじゃないですか仮に3回で打ち切る女性だとしたらあとチャンスあっても回回なんですねでもそもそも会うことをもう3回目でもう何もなかったらもう打ち切ってるじゃないですかだから自分から会おうとしてないんですよ。 会話して、で、この日だけの、あの、なんだろな、チャンスっていうか。そこで、どういうふうに、こう、ひっくり返せるか、だと思うんですけど。あっても、一二回ですよね、そういう意味で言うと。ああ、そう、まあ、うん、ですよね。だから、そうなのかもしれ。ない例えば、まなみんさんから見て、三回。あって、はい、何もなかった。じゃ、あこの後、自分たち、どうなるの、っていうのを、そっから、あと五回待ってます。 まあ,まあ,あと5回を待ちながら一応他のところにも目を向ける。あ<ー> <laughs> でこの5回待ってる間にじゃあなんだろうこれを切り捨てる切り捨てるって言い方あれですけど、うん、なんかもう、まあ、この人はちょっと保留っていうかもう、うん、置いとこうって思うし、はい、思う思わなくなるような言葉って、うん、逆にどんな感じですか、うん、もうう好きっていうのをちゃんと言って、うん てくれないと切り捨てるようなな感じです、うん、なんていうんですかね思いを伝えないとでも結局分かんないからそうですねうんそね、はい、だからあと5回例えば会えるじゃないですか、うんはい、でこれをなんか遠回しに何だろうえー、っと遠回しなアプローチばっかしてて、うんはい、で結局このアプローチが中途半端だったら、うん そしたら分かんないじゃないですかなんだろうですよねんでこんなに遊びに行くのみたいなあじゃこれ聞くんすか例えば聞くんすか例えばんかいろいろやるじゃないですか例えばこうデートしてるじゃないですかで3回過ぎてそれがまた回数化されていってでも3回のデートとはもう明らかにこのんていうかな対応の仕方がちゃんと迎えにも行くしでんかそういう 迎えに行くはでもあんまり関係ない。なんか気づかないなんかなんなんだろうなんかそこそこにあれはなんかああじゃあプレゼントですか。何何で気づくんですか逆にえなんですかねプ。プレゼントプレゼントプレゼントってでもでも急なものもらってでもなんかこう例えばここに行きたいって言ってたからみたいなのとかあこのお店行きたいって言ってたよねじゃあこの場所とかなんか、うんうん みたいな感じじゃないですか。それは、なんか行為として、受け取らえられるんですか。うん、例えば。でも、はい、考えてくれてるんだな、みたいな。あ、だったら、はい、じゃ、例えば、この、なんだろうなの、えっと。どこどこの、このデパートに行きたいなとするじゃないですか。うんうんはい それを知っててそこに何も言わずに連れていくとするじゃないですかそこで買い物してその買い物するものも出してあげるじゃないですか男性が買ってあげるとするじゃないですかでその後飯食いに行ってまあたい夕方ぐらいまでにはちゃんとお家に返すっていうこの流れだったらまだ様子見よっかなって思うんですかもう3回も過ぎてますもら6回目ぐらいです。 6回目ででここのの感感じじやっとこの感じです、うん、それまではもうなんか「割り勘ね」とか「<laughs> <laughs> どこ行く?」も全部なんか2人で「うん、じゃあここがいいんじゃない、うん、あっちがいいんじゃない」みたいな感じで。はい やってたのを、六回目のデートで、ようやく、なんか。あ、ちょっと引っ張る感じが、出てくる。そうです。丸美さんが行きたいっていうところに行って、で、そこの欲しいもの、代用、俺買うよみたいな感じで、バって買って。で、それも、かつ、それが終わって、あ、もうこの時間なんですね。飯食いに行って、で、回数って、これはあれなんですか?。うん。あ、一応保留。あ、保留。あ、じゃあ、切り捨てはしないんじゃないですか?。あ、ちょっと。 みたいな。あじゃあもうちょっと見ようかなと思うで、うん。でなるかもしれない、ね、そこから一回三回と会おうっ、はいうん、と,とりあえず何の話をしててもう二四六本喋ってるからもうちょっと喋りたいのがあったんですけど、ね、ちょっと次回ちょっとリサーチした、はいはい、ちょっとネタまったんで,そ,んでそれも含めて話しましょうね。はい、はい、じゃあまた来週。